初代サイモンシ,シャクジョンサイモン初代サイモンシ,シャクジョン、オールスブルックサイモンは、イギリスの政治家、貴族。自由党の政治家だったが、自由党がアスキス派とロイド・ジョージ派に分裂すると、アスキス派に属し、1928年のアスキスの死後にはその派閥の指導者となった。保護貿易主義に傾いていき、保守党と近しい存在になっていった。 1932年には自由党が参加していたマクドナルド挙国一致内閣に残留するかどうかをめぐって自由貿易主義者の自由党党首サミュエルと対立した政権残留派を率いて挙国派自由党を立ち上げマクドナルド挙国一致内閣とその後の保守党政権で重要閣僚職を歴任した1873年2月28日に 改修派牧シェドウィン・サイモンとその妻ファニーの唯一の息子として生まれる。1906年1月にウォルサムス党選挙区から選出されて庶民院議員となる。1918年から議席を失ったが、1922年にスペンバレー選挙区から選出されて、再び庶民院議員となり、除釈されて貴族院議員に転じる1940年まで在職した。 自由党政権アスキス内閣下の1910年に、法務時官、1913年に、法務総裁1915年に内務大臣に就任した。第一次世界大戦中、戦死戦勝者急増で兵員が不足してくると、徴兵制が導入されたが、サイモンは徴兵制に反対した閣僚であったため、それを機に辞職した。 その後、ロイド・ジョージ内閣成立によって自由党が、ロイド・ジョージ派とアスキス派に分裂するとアスキス派に属し、アスキスの復讐とみなされるようになっていった。1926年のゼネストに際しては5月6日の庶民院でゼネスト愛法と主張し、そのような行動を勧告して助長したすべての労働組合指導者には、全財産を吐き出させてでもその損害を、 償わせるべきであると論じた。1927年には1919 19年、インド統治法施行のための調査を行うインド、法制調査委員会の委員長に任じられた。しかし、同委員会にインド人は一人も加えられなかったため、インド国民委員会議の反発を招き、さらに1930年に提出された、委員会の報告書の内容は、中央政府における、 責任内閣制の樹立は、反王国が、連邦に参加するまで延期としていた。自治は、州レベルに止まるもので、インド各派を、かえって憤慨させるものとなった1928年に、アスキスが死去すると自由党、アスキス支持派はサイモンを新たな指導者とみなすようになっていった。彼は自由党内保護貿易派であり、保守党党史ボールドウィンの、反自由貿易理論を支持するようになった。 そのため1931年のマクドナルド、挙国一致内閣で外務大臣という要職で迎えられた。自由党党首サミュエルも内務大臣として同内閣に入閣したが、翌1932年に内閣が保護貿易主義に傾くとサミュエルは反発して辞職した。一方保護貿易主義のサイモンとサイモン派自由党は、ますます政府に接近し、保守党と 密接な選挙協力体制を作るようになった。やがてサイモン派は巨国派自由党と呼ばれるようになった。外務大臣としては軍縮とナチス融和政策に努め、1935年には報読してヒトラーと会見している。1935年に第3次ボールドウィーン内閣が成立すると内務大臣に転任した。 ついで1937年のチェンバレン内閣では財務大臣に転任した。1940年のチャーチル内閣では大法官に就任することになり、そのために1940年5月20日に連合王国貴族爵位サイモン子爵区に助せられて貴族院議員に列した。1945年7月にチャーチル内閣が崩壊するまで在職した。 1954年1月11日に死去した。借位は長男のジョン・サイモンが継承した。潔癖症で政府から弾き出されることになったサミュエルに、対して彼は野心家であり、閣僚職に就くことに異常にこだわった。結果、マクドナルドの下では外務大臣、ボールドウィンの下で内務大臣、チェンバレンの下で財務大臣、 チャーチルの下で大法官と養殖を確保し続けた1940年5月20日に以下の借を新規にノブされる。1899年5月24日にエセル・メアリー・ベ・ナブルズと最初の結婚をしたが、1902年に死別した。彼女との間に以下の賛子を設けた。1917年12月18日に未亡人のキャサリン・マニングと再婚したが、 彼女との間に子供はなかった。ありがとうございます。